KSR とは、川崎重工業が製造販売するオートバイである。かつてはシリーズとして数車種が生産されていたが、2015年現在日本国内での生産は行われていない。なお、本校では元の車両であった KS についても記述する。KS2、KSI と KS2 は共に1987年発売された。エンジンは、 AR シリーズからの流用で、KSI は 50cc、KS2 は 80cc を搭載しており、前後に10インチのタイヤを装備したミニサイズの車両で、デュアルパーパスの外見ながら、オンロードよりの走行を重点に置いた、スーパーバイカーズ仕様のモデルであった。車重、大きさともに、原付 50cc クラスの車体で、KS2 は最高速 90km 程度で、 瞬速イメージが高かった。しかし当時はライバル車種であるヤマハ TDR の方が人気が高かったことから後に KSR へのモデルチェンジを受けることになった。販売期間も約3年と短命であったためか現在ではほとんど見ることもなく情報も少ない。KSRI は1990年に発売された。KS のフルモデルチェンジであり、 ヤマハ TDR に対抗するためか特に足回りを強化しており、前後輪に12インチタイヤとブレーキディスクを装備し、フロントホークにはこのクラスでは珍しく、倒立サスペンションを用いていた。またエンジンも空冷だったものを水冷化させている。総合的な性能の良さから評価は高く、10年ほど発売され続けた。 ロングセラー車両となったが、環境規制のためにストロークエンジンの使用が困難になったために発売は終了した。なお、今のところこの車両が、川崎における国内販売最後の 50cc オートバイとなっている。KSR2 も1990年に発売された。車体は基本的に KSRI と共通で、 エンジンの排気量は 79cc、数と乗り専用車となっている。当初は排気量クラスの関係で人気はかんばしくなかったが、KSRI が先に販売終了となった後も発売され続け、次第にミニモタードの先駆的存在であることや、高性能のエンジンが再評価を受け、オートバイとしては珍しく遅れてきた人気車種となったが、 排出ガス規制で2ストロークエンジンの使用が困難となったため2001年に発売終了となった。これにより川崎重工業は国内4メーカーで初めて日本国内向け市販車の2ストロークエンジンを全廃した。この車両は軽量な車体に元気のいい2ストロークエンジンを搭載しているためジムカーナでは上位に食い込むことができる戦闘力を持っている。 KSR110KSR Pro KSR110 は2003年に発売された。KSR2 の販売終了を受けて発売された車両で、タイの現地法人で生産された車両を日本に輸入し、正規販売を行っていた。車体はフルモデルチェンジせずに、ほぼ流用しているが、エンジンは競技用車両の KLX110 で、用いているクーレイ4ストロークエンジンを流用して、 搭載している。そのため変速機も KLX110 同様の遠心クラッチ式となっており、クラッチレバーを不要にしているので AT 限定免許でも運転が可能になっている。なお延伸クラッチや4ストロークエンジンを装備したことにより、走行性能は KSR2 より低下しているが、延伸クラッチを手動式に変更するキットが流通している。 2008年9月からの日本における自動車、排出ガス規制の強化により、日本仕様は生産終了が公表され、2009年3月に発売されたファイナルカラー仕様をもって、日本での正規販売は終了となった。だが、生産国のタイでは、生産が継続。フルモデルチェンジも行われ、並行輸入により、日本にも数多く流通した。 また2014年モデルでは再びハンドクラッチのマニュアルトランスミッションを搭載した KSR Pro も発表された。なお2015年に後継者にあたる Z125 が発表されたが2016年現在も販売は継続されている。ありがとうございます。